陸軍騎兵学校は大日本帝国陸軍の騎兵術に関する教育を行う唯一の実施学校である。1888年に陸軍乗馬学校として設立され、1898年に陸軍騎兵実施学校と改称し、さらに1917年陸軍騎兵学校と改称した。日本で最初に車両研究を行ったのは、 陸軍自動車学校であるが、日本で初めて走行車や水陸療養車、軽戦車などの車両の試験や気候部隊に関する本格的な教育が実施したのは陸軍機兵学校が最初であり、機兵学校内には後の気候部隊の教育や研究の中心を担うこととなる陸軍戦車学校が組織されている。そして1941年に気候本部が設置されると、 陸軍風評学校で行われてきた研究成果も陸軍戦車学校に統合され、日本における戦車をはじめとする飛行教育の土台が出来上がった。奈良市の原移転後の1917年頃の写真、陸軍騎兵学校の正門、西武一と、裏盗号による車声のパフォーマンスの様子奈良市の原における、 上智大学の学生の馬術訓練の様子本校は、日本全国の陸軍の各連隊から選抜された、高、オツシュの遺憾級の商工学生のための実施学校として設置。通称は、騎兵学校または、奈良市の騎兵学校で、騎兵の町、奈良市のを象徴する存在の一つだった。騎兵館管轄下に置かれ、1941年に騎兵館が廃止されると、 陸軍機構本部長の霊下に置かれた。陸軍士官学校と同様、卒業式や就業式には必ず天皇や皇族、陸軍首脳部が臨席して行われるなど日露、戦争後、特に重要視される存在となった。大正以降は馬術教育が盛んに行われ、多くのオリンピックの馬術競技の代表選手を世に送り出した。なお、 馬術や乗馬に親しみを持つ皇族、その他の召喚なども私的興味から練習風景や馬術大会を見学にたびたび訪れるなど親しまれる存在で、学校行事として行われる馬術大会や午前馬術の際は東京などから馬術部の学生や見物客が詰めかけるなど陸軍の中でも人気が高く、騎兵学校の教官や学生の中には奈良市の連兵場での演習がない際に、 学生や一般人に対し馬術を披露したり、馬術指導をするなど交流を深めるものも少なくなかったという。日露戦争での騎兵連隊の活躍から外国人将校も騎兵学校の視察に訪れた。日本の近代馬術はもっぱら西洋馬術を主に大日本帝国陸軍において導入し発達したという経緯があった。そのため用語の多くは 軍隊用語の流れを組むものとなっているほか、陸軍騎兵学校が日本で唯一の馬術学校だったことから多くのオリンピック選手を輩出した。このため、日本馬術連盟の公式大会が奈良市の原で開催されるなど騎兵学校と奈良市の原は馬術のメッカとしても栄えた。このような背景から、現在の日本の馬術文化は騎兵学校を起源としている。 奈良シノバラにおける戦車の登場訓練の様子しかし、第一次世界大戦で、戦車や航空機、機関銃などの近代兵器が登場すると、騎兵無用論、騎兵廃止論が議論されるようになり、論争の末、吉橋と三郎陸軍少将が、活腹自殺を図るなどして、社会問題化するなど、騎兵化は危機に立たされた。この時、ハスヌマ・シゲル、山田オツさん、 栗林忠道などの中堅の騎兵科出身者中心に、これまでの馬に乗って戦う戦法から戦車を主力とする騎兵化近代化案を提唱し、それまで市長陛下の陸軍自動車学校自動車隊で研究されていた戦車などの車両研究を陸軍騎兵学校内に移し、戦車や装甲車などの車両の具体的な運用や戦法などの活用方法を目的とした。 気候部隊の研究と教育活動を活発化させた。そして、昭和九年を境に近代化に対応するため、機械化が導入され、日中戦争後は、馬術学生の募集は停止され、気候教育機関へと移行。騎兵学校内に、後の陸軍戦車学校の前身となる戦車、第二連隊の練習部と歌手間候補者隊が創式され、1936年8月には、 騎兵学校内に陸軍戦車学校の名称で戦車教育を主とする教育機関が設置された。そして昭和16年には機構本部が創設され実質的に騎兵はなくなり陸軍騎兵学校は正式に陸軍軽気候学校に改められた。太平洋戦争中には陸軍軽気候学校の研究主題は当初防御に置かれ、 本土防衛の戦術的中心となった。そのため、昭和十八年にまず、共同体が一ヶ月にわたり、房走半島の南端で防御戦闘の研究を行い、翌年の昭和十九年に、当初防御の参考を作って、普及教育を実施している。なお、学校の軍馬は、昭和十六年の六百二十八頭をピークに、学校全体は動員され、昭和十九年に二十頭、 翌年の終戦時には10頭を残すのみだった。千葉県船橋市役園台現在の陸上自衛隊第一空挺団駐屯地校長、秋山急増少将以下千十1 2名、馬筆10頭。停戦に伴い、秋山少将以下120名は副委員官として残務整理を開始。兵器類は米軍に引き渡し、被服、両末、受品類は移転してきた。 大阪第二陸軍病院へ、衛生材料は、加古川第二陸軍病院に引き継いだ。行事の祭りには、来賓の送迎を鉄道連隊が、津田沼駅から、騎兵学校まで行った。日露戦争で、ロシア帝国のコサック騎兵を破ったことで著名な、秋山義古校長、栗林忠道西武一と、ウラヌス号92式重装甲車空挺艦。 陸軍騎兵学校が転出後の目黒の跡地へは、品の町から陸軍市長兵第一大隊が転入。騎兵霊下に初の砲兵の県政部隊編入。騎砲部隊は従来より存在していたが、砲兵の霊下にあり、共同訓練実施するに際してもいちいちお伺い、立てねばならず、軌道や戦術の統一思想、運用に難があったが、騎兵旅団を、 真の独立兵団と運用する下地が整った。各師団訓練所の教官や助教要員は、戦車第二連隊練習部において集合教育を実施した。品事変において、軽装甲車訓練所は、独立装甲車中隊の動員を担当した。直後の品事変発生により、軽装甲車訓練所は独立軽装甲車中隊を動員する。 野門藩事件後の昭和14年には、在満の第23師団にも、軽装校舎訓練所を設置。ただし、これは、騎兵幹部の意見による創設ではなく、参謀本部の発意で、騎兵会としては、名称、編成、装備に不賛成であった。しかし、これといった、騎兵会として、他の良作がなかったのが実情であった。2名1組の石膏藩で、 一名は96式4号無線機を装備し、本体との無線通話。一名は着検可能な96式軽機関銃を装備、敵との不起遭具に備えた。昭和16年10月、実用実験隊として、捜作第48連隊に97式自動二輪車などを60両、集中配置した自動二輪車隊を設置し、南方作戦に参加させた。 さらに、秘湯での創作第48連隊の活躍を参考にして、創作第2連隊にも自動二輪車隊が増加され、ジャワ作戦に参加した。改編後は、軽装校舎訓練所を閉鎖、教習任務を引き継ぐ。騎兵連隊のまま損地のこの駅兵連隊、金沢騎兵連隊、全通寺騎兵連隊には、戦車中隊を設置し、全国まんべんなく気候教育、 国内戦地兵員補充を融通した。全国まんべんなく気候教育の反対に、台湾では第48師団を完全車両化しば必然敗した。憲兵家を除く、核兵家は、兵家の中の一つである、核兵士となった。これにより、従来は、不可能であった、砲兵隊員を不評連隊内の不評砲中隊長や、連隊砲中隊長への補足が可能となり、 点火手続きなく、人事行政に断発力を持たせ、新兵器、新戦術に対応した、戦備、戦力拡大図ることが可能となった。戦車は、不評化戦車兵から、兵貨機公兵となる。乗車機兵に、不評出身者の捕食も可能となる。低戦兵には、戦車も三方もあるが航空であったり、船舶兵には、降車砲や、野砲もあるが工兵である。と 従来の陛下の垣根をまたがるものの柔軟運用が可能となった。すべての車両における操縦、整備、燃料、戦術の研究、教育、行政は機構本部に一元化。鉄道連帯演習戦。ありがとうございます。